エネオスホールディングスエネオス、鹿島石油鹿島石油株式会社は、石油製品の生成を行う企業である。エネオスの子会社で、東日本におけるエネオスグループの一大拠点である、鹿島製油所を要する。石油生成事業を行う鹿島コンビナートの中核的存在として、三菱油東京電力、共同石油、大京石油の4社の共同出資により、 1967年に設立された。鹿島製油所の当初の生成能力は12万バレル、日でスタートしたが、1971年には18万バレル、日になった。1978年に、千葉港からのパイプラインが未開通のまま開港した、成田空港への航空燃料供給もになっていた。2008年に鹿島アロマティックスのアロマ製造設備が、 完成したことにより、生成能力は27万、日まで増強された。鹿島製油所は、鹿島港に面する茨城県上須市にある、鹿島石油の製油所である。エネオスグループの東日本における一大拠点であり、石油製品や石油化学製品を生産している。周辺は、鹿島臨海工業地帯で、周囲の化学メーカーなどとコンビナートを形成する。 2008年にジャパンエナジー、三菱化学、三菱商事の3社が出資する鹿島アロマティックス、株式会社のアロマ製造設備が完成。その創業管理を鹿島石油が受託している。括弧内は生産能力を表す。ありがとうございます。